奥合津博物館は、福島県南合津町にある博物館。奥合津の伝統文化を保存、伝承するため、有形の民族文化財を展示、収蔵している。1994年、南合津町として合併する前の旧田島町、総合歴史民族文化財保存施設条例の規定に基づき、奥合津地方歴史民族資料館として開館した。2004年には、 博物館法第10条に規定する登録博物館となり2009年に現在の名称に改称した。収蔵、展示品は国の重要有形民族文化財として指定されている奥合図の山村生産用具及び民家5058.1棟を主体としている。これは最初、1982年4月21日に 奥合図の山村生産用具4871点として指定され、さらに、かつて、下付街道に所在し、歴史民族資料館敷地内に一区復元された、民家及びそれに関わる、運搬用具187点が1990年3月29日に追加指定され、指定名称が変更されたものである。その文化財の収蔵、展示施設として開館したもので、 これら国指定の重要有形民族文化財を含む約2万3000点の郷土の有形の民族文化財を収蔵している。展示館では、うち約3000点を奥合津地方の地域的特徴を考慮し、系統立てて山仕事関係用具、農業、漁労関係用具、運搬関係用具の山、川、道といったテーマごとに区分し、展示している。屋外では、 国指定の文化財のほか、県、城指定文化財である一区復元民家などを展示している。一区復元された民家は、今泉の馬宿といい、下月街道に所在した馬宿で、近世から近代初期にかけて、若松城下から日光、今市までの下月街道を行き来した中月土砂の専用宿。1801年に創建されたもので、曲がり屋形式で、 屋根は L 字型の寄せ棟作りか矢吹きとなっている。正面入り口から入ると、広い庭があり、右側に輸送に刺激された馬をつなぐ、馬屋が二房あり、その奥に板張りの下の緩いが備わり、また庭の左側に面する土砂の宿泊のように、供された板張りの勝手が広いなど、馬宿としての特徴が備わっている。個人大人300円、高校生200円、 小中学生100円団体大人250円、高校生150円、小中学生50円休み並合図国役所、近世の物資輸送は、宿駅が設置されていた街道では、宿駅ごとに宿ままし輸送する方法を公式交通制度としていた。一方、下付街道では、宿駅ごとに宿継ぎせず、目的地まで投資で物資を輸送する中付土砂が存在したため、 宿駅間の輸送業者と競合し対立した。ありがとうございます。